愛知県道526号本宮山、作手保衛線の終点。愛知県道527号本宮山、作手、白鳥線の終点。本宮山スカイラインは、愛知県新酒呂市作手保長から同市作手白鳥に、至る延長 11.6km の道路である。もともと愛知県道路公社の管理する有料道路であったが、2006年2月1日に無料開放された。 無料開放の約1年前に、愛知県道526号本宮山策定補、栄線及び愛知県道527号本宮山策定、白鳥線として県道に認定されている。県道移管後も、本宮山スカイラインの名称は道路の愛称として残されている。ここに記述しているものは、無料開放される直前の通行料金である。次の基準に達したときは、 道路管理者により通行規制の措置が取られる。また当期には、全線にわたりチェーン規制あり。東名高速道路の豊川インターチェンジの北に位置し、元宮山の尾根に沿って走る道路である。豊川インターチェンジから国道301号から分岐する、本宮山山頂入り口までの距離は、約 22km ある。天候に恵まれれば、眼下に、三河湾、遠望に、 富士山まで見ることができる。山頂付近は豊橋エリアの通信中継基地にもなっていて、通信アンテナ群が数多く立つ。また、山頂付近の沿線に、本宮山形立自然公園と都市化神社奥宮があって、ハイカーや参拝者の利用で平日でも交通量は少なくない。ありがとうございます。